え、じゃあ肉洗ってない。肉洗わないでしょ。やめてよ。本当にやめてよ。こんにちは。こんにちは。いきなり軍団です。はい、はい、今日テンション低いです。今日まだお昼食べてないので。なんて喋ってない。ということで、お昼作ってほしくて。なるほど。本日は料理リレーをしてもらいます。おお、リレーですか。リレー、なんじゃそりゃ。まず、今日6人いるので2-2-2に分かれていただいて、はい、買い出しをするチームが2人、下準備をするチームが2人、最終工程料理をするチームが2人、で、全員20分ずつでリレーしていきます。え、短いんじゃない？90分ってこと。なので、今日作ってもらう料理を発表します。おー、これリレーですか。一番気になるんだろう。今日、皆さんに作っていただく料理は奥酢かけです。何それ、何それ、え、知ってる。まあ、そういう反応だろうなと思ってたので、本日は奥酢かけをちょっと選択してみました。何奥酢かけ、作ったことあるんですか。個人的にはないです。食べたこと。あれじゃないの、郷土料理みたいなやつ。あ、安森さん、ちょっとシャラップ。シャラップ。ただ、先ほど言った通り産地用に分けるので、知ってる人が買い出しに回った場合、もう作るところにはいないので。なるほどね、そっか、それまでか。そこから先はもう作る人たちが何を作るのか。でも買い出しで奥酢かけ知らなかったら、ね、何買って帰るの。まあ、あくまでもちょっと6人のチームワークで、はいはい、料理を作っていただくので、グーチョキパーでチーム分けをしたいと思います。グーチョキパー、わかりました。グーチョキパーで分かれましょう。なんだよそれは。え、でもそれグーだったらいいんじゃない。じゃあグーに。やばいって。これ多分サイドにはなるんですけど、それぞれ代表者でじゃんけんしてもらって、勝った順番に買い出しのチーム、下準備のチーム、調理のチームに分けようと思います。はい、勝負じゃんけんぽん、あいこにしよう。ほらー、じゃんけん弱いって。あ、買い出しだ。タミさんとハズキさんチームが買い出し。イエーイ。ラッキーさん、伊達さんチームが下準備。下準備で。下準備。最終的に吉瀬さんと安森さんが調理。はい、ではチーム分けも済んだので、まずは買い出しに行こうかと思います。いってらっしゃい。行ってきます。はい、ということで買い出しに来ました。はーい、来ました。晴れです。こちら晴れです。本日買い出しはエスパルに行きます。おー、私たちにはいいビンズがついてるというのに。本当だね。ちょっとそれはあれですね、まずいですね。でも私たちが決めたことじゃなくて、ママが決めたことなので。そうだね、はい、私たちの意思ではございません。いろんなお店があるので、はい、奥酢かけに必要そうなものをエスパールで買い出ししていただきます。はい、ただですね、はい、ちょっと撮影許可が残念ながらというところで。確かに、はい、お待ちしてますので買ってきてください。わかりました。じゃあデパ地下で美味しそうなスイーツをたくさん買ってきます。まあ、奥酢かけができれば何でも大丈夫です。確かに確かに。だってそう、芸たち知らないから。そうだよね、芸たちの想像する。これが奥酢かけで、うん、あくまでもお二人は材料調達チームなので、はい、その材料を見て、あと他の2チームが何を作るか。はい、頑張ります。みんなちゃんと作ってね。頑張って。頑張れないから。私たちの味方、木の屋石巻水産の金華さん。キュウリ。あ、でもこれはあの違う目的で浅漬けを作ってほしくて買いました。伝わってセットにしとこう。油揚げ、油揚げ、片栗粉、そして
子であの時ができなかったらのために長芋をナス白菜エシャレット何これ、大丈夫大丈夫、以上となります。ラインナップはなので、ちょっとなんかここから料理作るの難しそうなんだけど、ママ、ニタチがするわけじゃないです。やばとりあえずどうにでもなるだろうと思う。通常品は買ってきたつもりですけど、では次の下準備が何か分かってない下準備チームに引き継ぎをしようかと思います。はい、頑張ってください。じゃあねー。下準備チームです。はい、テツアンダーとかです。トモです。はい、最終的にまあ調理チームがいるので、はい、調理チームに引き継ぎを調理チームに引き継ぎができるように、はい、今目の前に見えている材料から何を作るのかをまず一旦想像をして、はいはい、その料理を作れるように下準備をしてください。下準備を20分、はい、今から手洗うからちょっと一回それカウントしないでください。はい、レッツゴーしてないよ。レッツゴー。手洗って、はい、では20分下準備、用意ドン。まずこれ開ける、開ける、難しいって。え、なんかとりあえずこれさ、切っとけばいい。野菜とか切っとけばいい。え、それどこの缶詰ですか。あ、え、ちょっと待って、スイさん、キャーツナヤさんでーす。そう、気づいてたんですよ。え、ミカ様じゃないです。ちゃんとやるよ。はい、宣伝させてよ。はい、金華様、金華様、はい、ありがとう。何する、本当にキャベツ。でもこれレタスなの、どっちなの。私キャベツとレタスの違い、白菜だった。白菜、これ白菜好き。本日はお祭りいただき誠に。え、ね、あと何分か知ってる。うん、知ってる。ねえ、じゃあ肉洗ってない。肉洗わないでしょやめてよ。もう肉切れよ。肉切りなって。だから野菜から切ろうっていう話はさ、5分前にしたばっかりなんだけど。ねえ、あと10分だって。大丈夫、あと2曲ある。ちょっと、どうやって切るの。姿はもう切るよ。頑張れ。応援部隊が来たよ。え、どういう、何、何作るの。なんか食べに来てる人います。なんか普通に食べに来てる人いるんですけど、一人のリネさんです。もしかしてくずかけ関係なかったの。くずかけ、これ乾きっていいやつ。え、ちょっとやだやだ。天魚のまま冷凍ずつ加工し手詰めしました。なんですか、もう一度いいですか。天魚。ありがとうございます。はい、肉できたよ。え、味、え、肉にも味なのとつける。肉なんか染み込んでたら。そうだよね。なんか入れる、ここに。なんかさ、白だしとか。カレーになってよ、カレーだってよ、これ。え、カレーなの。え、でもこれって、これにかけとけばいい。え、ナスにかけとけばいい。カレーっぽくなる。楽しい。え、そっちに入れたの。え、どっち、どっち。あ、ごめん。え、どっちも。カレーになっちゃう。美味しくなーれ。あ、はい、終わりました。くずかけはどういうものが出来上がると。え、なんかちょっとおしゃれな料理だと思うのがこちらのお花があったので、ちょっとおしゃれな料理かなと思って、自分的にはゴロゴロしてるものかなみたいな。あー、なるほどね。分かるんだけど、え、フライパンというよりかは鍋ということですか。あー、まあまあそんな感じ。よくわかんないけど、まあね、人それぞれのくずかけがありますから。あとは調理組に任せます。はい、イエーイ。最後の調理チームです。イエーイ。一応目の前に広がっているものたちが、はい、買い出しチームが買ってきたものを、はい、下準備チームが下準備20分以内にしたものです。はい。
あとはこの準備されたものを使って、うん、お二人にはお小豆かけを完成させていただくと。あ、調味料は割と揃ってるかも。お肉も必要だけど、これ何に使ってんだろう。え、これお肉？お肉ですよね、もともと。一応生前は鶏肉でした。これ何つけたの？まあ味何つけたんだろう。あ、だから出汁がなくなってんだ。出汁って取れ。それでは20分です。はい。よーい、スタート。あんたどうする？白菜とのナスどうする？あ、いらない。普通は使わないはず。長芋も使わないんだけど、でもなんか自分のおくずかけのイメージ的にジャガイモが入ってたイメージだけど。あ、じゃあナス、ジャガイモの代わり。ぶち込んでみる。もう全部。なんか別にさ、野菜だから味は。え、でもこれなんかでかくていいの？なんかえ。怖い。順調だ。まだ火つけただけ。まだ火つけただけ。引き込まないね。うん。若干火通ってなくても大丈夫。大丈夫だよ。月金カサゴとかは大丈夫。え、なにそんなのあったの？え、本当だ。その缶詰はどこの缶詰ですか？なるほどね。木の屋さんですね。木の屋さん。ありがとうございます。いつも。絶対ターメリックついてんじゃん、これ。なんかオレンジーな皮って思ったら。でも全部入れちゃうか。白菜も入れちゃえ。あ、入れる。これさすがに量多いよね。そうね。これどういうこと？食用かな？飾り付けみたいな。はあ、和食なのにね。マジででかい。すごい。なんかさ、マジカバの食べる大きさ。油揚げ入れます。入れます。はい、一回味見してみる。うん、熱いの苦手だからさ。そうだよね、僕が行ってみるわ。いただきます。やばいぞ、この顔。いや、まずくはないし、うん、食べれるけど、うん、もうちょっと味濃くてもいいかもしれない。なんかアク取りとかする？いや、アク出てないね。出てない。入れます。うどんだ。確かに。え、でも美味しいよね。あ、ほんと？うん、大丈夫。え、マジでさ、だしだよね。だし、めっちゃだし。だし、マジでめっちゃだしです。うん、じゃあもうオッケー。うん、でも大丈夫でしたよ。お、ぴったり。完成しました。おくずかけが完成しました。完成。やった。頑張りました。それぞれのチームがそれぞれおくずかけを想像していろいろなことをしてくれたので、それぞれのチームに何を想像してたのかをちょっと聞いてみようかなと思って、まず買い出しチームから、あんみたいなのを想像しました。だから片栗粉か。そう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 。あとなんかとろろとかを、とろろでもし失敗したらとろろとかでごまかせる、とろみを出してくれたらいいなと思って。でもさ、だから片栗粉を全部使わないかはすごい不安だった。お互い違くて、みゆは私芋煮みたいな、なんかもうこんな感じ。なるほど。ゴロゴロしたものの汁みたいな感じ。え、自分は鶏肉があったから、うん、なんか鶏肉がメインで、お花もあったからちょっと洋風な東北のちょっと珍しい洋風な料理なのかなって思ってた。うん、カレーもあったし、郷土料理でとろみのついた煮物みたいな麩とかが入ってるイメージでした。はい、ということで、東北さんが作ったおくずかけ、じゃじゃーん。なんでさ、お花なんか入れて、入れてみようか。食べれるんだよ。え、
いただきます。あ、美味しいよ。え、美味しい。美味しいよ。やっぱうちらの白だしが効いてたね。うん、鶏肉さ、白だしがつけてたよね。なんかもっと変なものを作るのかと思って、ちょっと変なものも作れるような要素を入れといた。だからこれとか、あ、うい。ターメリックとかも絶対使わないのは分かってるけど買ってきた。楽しかった。じゃあ準備だけでいいかな。なんか赤ちゃんのおままごとみたいな。なんか白菜があのカバとかキリンが食べるサイズだった。やば。動物園。こんなの。そこナスとかもあのそのまま半分に切りました。シュークリームみたいな。すごい今全部食べてるの。やば。みんなで作ったら、みんなお花食べてる。食べてみてよ。え、食べてるの？食べた？どうだった？ナミムシューってやつ。そうだよね。すごい。でもどこ食べたの？こっちは食べたの？もうお花って感じ。そうだよね。まあ、今回は上手にできたので、次は皆さんが失敗するような料理を探してこれるかな。まあ、私たちに失敗なんて言葉はないんですけどね。おはい、ということで、はい、あとはもう撮影を終えて残りを食べようかと思います。はい、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。